いや、ちゃんとね、大きな住所、大きな住所、大きな住所だから、大丈夫ですから、大丈夫、上半面で、上半面で、え、はい、今日も来てます、フラグ何年かなと思って、え、こっちサドルバッグもつけてるんですか、サドルバッグもつけてるんですか、はい、あとね、ちょっと困ったやつ。注意事項ですけど、まあ、こういう時期なんで、あの走行中はマスク外してもらっても、まあ、そんなに密着することないと思うんで大丈夫なんですけど、息苦しいですし、熱中症も、ね、あるんで取ってもらっていいんですけど、こういうミーティングしたりとか、こう話す場面だったりとか、休憩の時だったりとか、あと飲食の時も向かい合って座ったりする時、なるべく、まあ、マスクは必ずつけてもらって、食事の時はまあ外してもらってもいいんですけど、こういう、まあ、会話をする時はマスクは必ず着用して行ってください。お願いします。はい、いや一応予定通りやな。そうですね、マスク部長、このバッグいいんじゃない。ちょっと怖かったね。自転車は大丈夫です。行ってらっしゃい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 。こっから自転車に乗ってくださいね。じゃあもう行ってください。はい。いらっしゃい。いらっしゃい。はい、じゃあどうぞ。いってらっしゃい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 。最高。よし、先回りだ。第一走者に追いつけない。抜きます。足が ここで水分取ってもらって、今から、もう自転車道がなくなって歩行者と一緒な道になります。でポールとかも立っててちょっと危険なのでゆっくりめで走ってください。もう大丈夫ですかね。じゃあ行きましょう。じゃあもう一気に市街地も出ますので気をつけて走行してください。はい。そのピンクの自転車、なんかチネリの、チネリですかこれ。これですか。はい、これサムソンっていう、あの黒森のコーダーで女子受けするように。うちの奥さん好きっすわこれ。絶対絶対好きっすわ。ピンク大好きなんで。シール嫁と一緒にペタペタ貼って。シール貼ればいいんですね。これシール。なるほど。なるほどです。もう十何キロペースで行きます。行きます。まっすぐ行ってください。まっすぐ行って犬山城向かいます。はい、まっすぐ行ったら犬山城に行きます。ここ城下町で観光してください。はい、ここが食べ歩きができる犬山の城下町、いろいろあるんですよ。下
供の姿です、女性が。あれ、激坂ルート行ったんですか？激坂ルートですか？あ、そっちですか。僕らこう緩やかな方から。じゃあ、皆さん、予定通り今11時に到着しました。で、まあ、スケジュール通り行ってるんですけど、ここまっすぐの通りっていうのが、まあ、食べ歩きできたり、その城下町の雰囲気味わえたり、店があったりっていう風になってます。で、今日は人数が多いので今から1時間半自由行動とします。で、ここの通り結構もう本当に今見どころありますし、こっち神社あったり犬山城があったりっていう風にいろいろ体験してもらえばなと思います。12時半に集合して犬山城の前で写真みんなで撮りましょう。じゃあそれまで今から休憩時間としますので、解散。危ない。どうぞ。はい、ご視聴ありがとうございました。